まあ、やってまいりましたね。やってまいりましたね。早かったですね、結構。早かったですね。はい。私はここはどこにいるでしょう。ここは、なんと、新山口。さあ、今日は、とある方と、はい、とある方に会いに、新山口までやってきました。はい。暑いね。あれ、いませんね。いませんね。たけしのモノマネ出てますけども。食べられたかな。いや、どういうこと、どういうこと。来ましたね。危ないです。夏やな。よろしくお願いします。はい、ちょーい。さあ、来ましたよ。来ましたね。すげえな。綺麗やな。三木工事郎と山本武蔵なの。岩流島。岩流島。わけねえ。どれだ。岩流島のわけないじゃん。そうですね。もうちょっとあっちでした。もうさ、嘘だらけだ。本当っすね。困っちゃう。これがほんまかわからないですね。見てもう。工事郎がね、あそこで待たされたんですよね。いや、あそこじゃないっす。あそこなかったっけ。でもどこにあんのよ、岩流島。どこ。ないじゃん。違うでしょ。岩流島ないでしょ、こんなとこ。ネズミ島、ネズミ島。今ここでしょ。今ここでしょ。岩流島こっち。え、北九だ。今度、今度、今度。ここに、田倉健が。はぁー、テンション高くなってきた。藤崎金之助が、はい、来るわけですね。サーフィンして。サーフィンする人が違うと思うんですよ。しない。絶対一番しない。一番しない。サーフィンだけは一番しない。一番しない。サーフィンとサウナだけは絶対入る。サウナ？はい、東京のサウナと温泉入る。さっきでもサウナ入りてって言うの。はい、ガンルーズマン。あ、違う。チーズ。好きやったな。はい、絵になりますね、おすみさん。え、絵になりますね。そう、はい、いや、俺はそう思うけど。マジっすか。めちゃくちゃベロ、ほっぺたやってません。めっちゃカッコつけてますけど、はい、次に移動します。いやいや、全部移動、それはい。続いてやってきたのは戦場地域。戦場地域ですね。戦場地域。地域、血入ってますけど。はい。戦場地域。戦場地域ですからね。あ、まだよ。まだ景色まだよ。まだよ、まだよ。じゃあ皆さん、景色をどうぞ。うわあ、すごいですよ、これ。こう遠くを見ると、はい、海の上に立ってるような気になる。はい。もあれですよ、空か海かわからないぐらい一緒です。こうやったら空飛んでるみたいな。飛んでます、飛んでます。うわほう。じゃあ行きましょう。はい。さあ、鳥居をくぐっていきましょう。まるで鳥居をくぐってるみたい。いや、鳥くぐってますから、今。もっと例えないですか。真っ白やな。いや、真っ赤ですよ。完全にサングラス外してもらっていいですか。サングラスのせいで、はい、真っ白に寝とんちゃうで。ここはお前はどうしたじゃあ、待ってあ、これどういうとこですか。はい、はい、スイッチ入れた。もう、だいぶ前から俺は芝入ってんのに。はい、スイッチ。いや、真っ暗だよ。ちょっとやんないのね。はい、すいません、すいません、まだちょっとその技術が僕に。全然スイッチ押せてないじゃん。いや、コーフィーしてまた言ってます。
あとでしょ、写真撮ってや、そのまま撮れるから。あ、ほんまっすか。パーフェクトボディ君も聞いたえんればパーフェクトボディ君も聞いたえればパーフェクトボディ。なんて言ってるんですか。なんて言ってるんですか。パーフェクトボディ。すっきりたまに見るといいね。上腕二頭筋。君も聞いたえねえ、まあ、パーフェクトボディ。そればっかりっすね。パーフェクト。君も、パーフェクト。パーフェクトボディ。Get up there!カレーサスペンスやんないの。カレーサスペンス見たことないけど。あらた見たことない。来るだ。やってます。来る。やっとわかったか。来るだ。俺が犯人なんだよ。いや、嘘でしょ。逆光だから。マジで暑い。暑いですね。どれぐらい暑いかって言ったら、はい、35度の真夏日に、はい、山の上を、はい、歩くぐらい暑い。いや今それ